はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、私は他人の意見がすごく気になってしまう性格です。仕事とかで自分のやりたいことを企画して頑張っていても、他人に否定されたり批判されたりするとすぐにへこんでしまい、途中でやめてしまいます。そんな性格なので、何をしても長続きしないことが多いです。他人の意見を気にしない鋼のメンタルになるにはどうしたらいいですか？ YouTube で解説していただけると嬉しいです。というご質問です。まあそうですね。まあそれもったいないですよね。だって仕事で、まあ、自分で企画して、まあ、頑張ってて、で、その企画がね、正しいことで、もうそれを頑張ることによって自分がね、成果を上げて、で、会社全体が良くなるんだったら、ぜひそれは全うして頑張るべきじゃないですか。でも、それやってることは正しいのに、周りの人から批判されたり否定されたりとかして、それでもう、ね、メンタルが落ち込んじゃってね、へこんじゃってね、ああ、やめようってなって、やめちゃったら、結局自分にとって何にもならないし、成果も出せないし、まあ、それを繰り返すことによって、どんどん自分もね、その活躍できない人間になっていくんで、もったいないわけですね。で、まあ、仮にその自分がね、やろうとしてることが本当に間違ってることだったら、他人の、ね、否定してくる意見をちゃんと聞いてやめるっていうことも大事なんですよ。まあ、例えばもうその企画を頑張ることによって、もう自分自身が本当にダメになっちゃうような企画とか、もうその会社自体、組織自体がダメになっちゃう、まあ、間違った方向に行くものとか、まあ、あと犯罪につながるものとかね、まあ、そういうことだったら他人の意見をちゃんと聞いて、あ、じゃあやめますねっていうのが正しいんですけど、正しいことをやってて、で、自分が活躍できる場なのに、それを否定してされて、それでやめちゃうって、本当もったいないし、馬鹿らしいことなんですよね。で、まあ仕事でもですね、何でもですね、もう趣味でも恋愛でも、何か自分がね、正しいことを頑張ってるのに、否定してきたり、邪魔してきたりする人間って、必ずいるんですよね。はい。で、本当にこれね、人間社会で、よくあることで、まあ、例えば仕事だったら、この質問者さんみたいに何かね、新しい企画を出して、これを頑張りますって、これでいい結果出しますってやってるんだけれど、まあ、それ頑張れば自分の評価も上がって、出世できたり給料が上がったりとかするんですけれど、まあ、それをね、邪魔したりとか、する人っているわけですよね。結局その、例えば同僚にとってはみんながライバルじゃないですか。その頑張ってる人もライバルなので、まあ、自分のライバルが頑張ってしまって、成果を上げて、で、上司からも評価されれば、その分自分はダメな人間だっていうふうに見られる可能性もあるので、だったらその頑張ってる同僚ね、早いうちから潰しておこうとか、まあ、そういうふうに考える人だっているんで、で、まあ、その、で、その場合も、その、真っ向からね、お前は俺のライバルだから頑張るなって、もうダメになれって言うんじゃなくて、なんかもっともらしい意見で邪魔してくる人っているわけですよね。これやってもみんな迷惑だからさとか、まあ確かにその、何かね、新しい仕事を増やそうとかね、頑張ってる人がいたら、周りの人も新しい仕事が増えちゃってね、全体的に仕事が増えてしまったりとかすることもあるんで。まあ、例えばそのグダグダでやっていってね、お金だけもらいたいっていう考えの人にとっては、一人だけ頑張ってね、結果を出そうっていう人がいると、その人たちにとっては邪魔なんですよね。余計な仕事しやがって、頑張るやつがいると自分たちが仕事してないように上司から見られるじゃないかって言って、まあその集団で潰そうとしてきたりとかすることって、まあどこのね、社会でもまあよくあることなんですよね。はい。で、そのまあ無視したりとか、わざと仕事を教えないようにしたりとか、そうやって邪魔したりとかするわけで、まあそういう妨害行為に対してもうへこんじゃって、じゃあやめますみたいな感じでちっちゃくなっちゃうっていうことはよくあるわけです。でも、まあそういうことをやってると、結局その人自身も成長しないし、組織全体も成長しないので、やっぱりね、本当にやる気があって頑張りたくて、その頑張ろうとしてることが正しいんだったら、全うして頑張るべきだと思うんですよ。なので、そういうことを頑張ってね、活躍するためには、まあ強いメンタル、鋼のメンタルが必要なわけでございます。
で、あとね、仕事以外でも、例えばね、恋愛とかでもね、よくこういうのってあるわけで、例えばね、僕がね、大学生の時、二十歳ぐらいの時に、高校の同級生が、その高校の同級生は別の大学行ってたと思うんですけど、その同級生の男がね、すごい可愛い彼女ができたんですよ、突然。で、その友達のね、男はね、そんなにイケメンじゃないのね。だけど、もう誰もが羨むような、すごい可愛い彼女ができた時があったんですよ。で、僕自身も、あ、いいな、こんな可愛い子と付き合えて嬉しいな、こいつ、って思ってたんですけれど、そうしたら、そのね、可愛い彼女ができた友達の周りのね、男友達たちはね、結構みんながね、別れた方がいいって言うんですよね。で、なんでかっていうと、その人たちが言うには、お前とあんな可愛い子付き合ってない、釣り合ってないから、どうせ付き合ってもうまくいかないから、別れた方がいいって言ってね、なんか、しきりにね、その別れさせようとするんだよね。で、そうしたらその男友達もね、なんか、へこんじゃってね、僕に相談してきたんですよね。みんなが、あの子と別れた方がいいって言うんだけど、本当に別れた方がいいのかな、俺は付き合いたいんだけどって言って、で、僕そのカップルも見てて、その女の子もね、本当に可愛くて性格もいい子だったし、俺は、別にいいんじゃないのって、好き同士で付き合ってるんだし、あの子だって性格いいし、だったら別に全然別れる必要ないじゃんって言って、周りで別れた方がいいっていうやつらって、嫉妬してるだけなんじゃないっていう感じで話して、で、仮にね、別れたとしてもね、そりゃ二十歳ぐらいの男女だったらね、自由恋愛なので、そりゃ気が合わなかったら別れて、で、また新しい恋人見つけてっていうのを繰り返すわけだから、別に合わなくて別れることがあっても別にそれでいいじゃんって話して、あ、分かった、応援してくれるのミキヤだけだよ、ありがとうって、やっぱミキヤ友達だよって言って、で、付き合って、で、結局1年ぐらいで別れたんですけど、でも恋愛ってそういうもんじゃないですか。でも彼にとっては1年間そんな可愛い子と付き合っていろんな思い出もできたし、別れた時は辛かったと思うけど、それは彼にとってプラスになるじゃないですか。人生経験を積んだことになるし、それが社会に出て役に立つこともあるから。だから、やっぱあの時ミキアの言うことを聞いて別れなくてよかったよって未だに言うんですよね。で、やっぱりその時のことをね、思い返してみても、なんかやたら周りの男はね、別れた方がいい、別れた方がいいって言ってて、絶対ね、あの人たちはね、可愛い彼女と付き合ってるのが悔しかったんだと思いますね。僕も心の中で悔しかったけれど、その友達のことを思うと、別に別れなくていいんじゃないってね、思ったわけなので、ね、別にお金をせびられてたとか、アッシーとして使われてたとかじゃなくて、本当に普通の恋愛だったから、それでね、1年間付き合ってたんだったらいいんじゃないっていう、ただそれだけの話で、それ以外でもね、その恋愛とか仕事以外でも、勉強とか趣味とかでも、誰かがね、何かすごい一生懸命頑張ってて成果を出そうとすると、それを邪魔してきたり否定する人って、やっぱりいろんなね、心理学とか考えるといるわけですよ。でも正しいことを自分が頑張ってて、それを他人に妨害されたり、邪魔されたり、否定されたりとかして、それでメンタルが病んで落ち込んで、で、結局頑張ってることをやめちゃうのってすごいもったいないんですよね。他人の意見に左右されて、本来やるべきこと、自分のやりたいことが途中で終わってしまうわけですんで。なんで、本当にメンタルが強い人っていうのは、それぐらいの他人の意見には左右されなくて、正しいことをやってるんだったら、それをね、貫き通して成果を出すんですよ。なので、そのメンタルが強い人の方が社会に出て成功したり、結果を出すことがやっぱり必ずできるわけです。ただ、そのメンタル強くなるようにね、頑張りなさい、努力しなさいってね、僕は今言ってるんだけど、これあくまで今回の質問が、鋼のメンタルになるにはどうしたらいいですかっていう質問なので、鋼のメンタルを作るためのことを教えてるだけであって、みんながみんな僕の今回話すことを実践すると、人によってはかえって精神病んでしまうってこともありますね。例えば、今重度のうつ病の人とかだったら、あるいはうつ状態の人とかだったら、あんまり何かを頑張りすぎることによってかえって病んでしまったりとか。
場合によってはね、人によっては逃げることも大事なんですよね。だから逃げた方がいい時は逃げた方がいいんだけれど、まあ、今回の質問は鋼のメンタルを身につけるため の方法を話しているので、まあ、そのためにはこういう努力をして逃げないで、立ち向かう、まあ、逃げないでっていうか、その他人の意見を気にしない思考回路にするにはどうしたらいいかっていうのをお話ししているわけです。なので今回の僕の話がね、あ、ちょっと今の自分の状況に合わないなって思ったら、今すぐこの動画ね止めてもらった方がいいと思います。かえってその人によっては、状況によってはかえって精神が病んでしまったりとか悪い方向に行ってしまうので、他人の意見に左右されない鋼のメンタルを身につけたいって今強く思っている人だけこの動画の続きをね聞いてください。じゃあ続きを話します。例えばね、そのダーウィンとかガリレオ・ガレレイってさ、その進化論とか天動説とか、まあ、唱えた人たちなんだけれど、最初はこういうね正しい学説を唱えた時ってもう周りの人からね、まあ、特にキリスト教徒の 人たちからねものすごい批判を食ったわけじゃないですか。まあ本当つらかったと思うんですよ。メンタル病みそうになったかもわからないんですよ。でもそんな時にこの歴史的なね偉人たちが周りの批判に屈して自分のね持論をね展開することをやめてしまったら、彼らの業績は今残ってないんですよ、歴史上に。はい、でも彼らはメンタルが強くて周りの批判に屈しなくて頑張っていったから今歴史上名を残してるわけなんですよね。なのでやっぱりメンタルが強い人の方が社会に出ても成功するし、成果を上げることができるってことがもう証明されているわけです。はい、じゃあどうしたら他人の意見とか批判に左右されない鋼のメンタルを身につけることができるのかっていう話をしますと、まあ、これは前にも動画でそのメンタルを強くする方法を教えますっていう動画を上げたんですけど、まあ、その時と一緒で、まあ、結局メタ認知力を身につけるっていうことなんですよね。でメタ認知力っていうのは、まあ、自分のことを、まあ、客観的に冷静に見ることができるっていう能力なんです。で特に落ち込んでる時、精神的に病んでる時とかうつ状態の時っていうのは非常に視野が狭くなってしまうんです。いろいろ他人から否定されて批判されて、あ、自分はダメなんだな、自分のやってることダメなんだなって思って精神が病んじゃうと、その一部の否定される意見ばっかり頭の中入っていってどんどん病んでいって、じゃあもうやめようってなっちゃうわけですよね。でもメタ認知力が強い人だったら、他人から何か否定されても、ああ、こんだけこの人から否定されてるけれど、でも僕のやってること評価してくれてる人もたくさんいるし、でも冷静に考えて僕のやってることってこうやってどんどん努力を積み重ねていけば必ず成果が出て、まあ、その結果大勢の人から評価されるだろうとっていうことが分かって、もう自分を客観的に見ることができると病まなくて済むんですよね。なのでそのメタ認知力をしっかり身につけるっていうことが大事で、で、まあ、メタ認知力をしっかり身につけるには、まあ、いろんなことを勉強するっていうことが大事で、で何を勉強したらいいかというと、まあ、人間の心を知るために心理学を勉強したりとか、あるいは世の中にはさまざまなね精神疾患を持っている人とか、あるいはいろんな気質、まあ、性格とか気質を持っている人がいるので、こういう人にはこういうふうに対応できるようにっていう形でその精神医学を学んだりとか、あとは歴史を学んだりとか、まあ、歴史を学ぶとですね、人間っていうのはもういかに愚かで自分勝手な生き物かっていうのがよくわかります。もう人間っていうのはもう過ちを繰り返すばっかりです。で上の人間に対して文句ばっかり言って、で暴動を起こして、でひっくり返して新しい政権を尽くして、まあそこでもまた腐敗して、でそれに対してまたみんな文句言って、それをまた壊して新しい政治システムを作って、でそれに対してもみんな文句言ってって、常に人間っていうのはですね、上の人間とか何か祭り事をやってる人間に対してね、もう文句ばっかり言うんですよ。結構ね、自分のことを棚に上げて文句ばっかり言う人が多いっていうことが歴史を学ぶとよくわかります。でそれに付随して政治とか経済とか法律とか、
あと社会情勢とか学ぶと、より人間っていうのはどういうものなのかって、まあ、どれだけ愚かで醜い生き物なのかっていうのがよくわかるわけですね。でそうやって人間のことがよく分かってくると、メタ認知力が上がってくるし、自分のことを客観的に見ることができる。あとは他人はなんで僕が正しいことを頑張ってるのにこんなに否定してくるのかっていう相手の心理も読めるようになるんです。まあ、そうやっていろんなことを客観的に見ることができると、まあ、自然と精神は病まなくなるんです。自然に鋼のメンタルになってくるわけです。はい、それがね、やっぱり鋼のメンタルを身につける方法だと思うんですよね。ではなんで他人は頑張ってる人を批判したり否定したり邪魔してくるのかっていうことを軽く話そうと思うんですけれど、まあやっぱりね、嫉妬とか妬みっていうのが多いですよね。結局人間っていうのは競争して他人と比較してるわけじゃないですか。で他人より自分が優れてると、まあ、これは勝負に勝ったってことになるので、まあ、脳内でドーパミンが分泌されて気持ちいい気分を味わうんですよ。で逆に何か勝負に負けたり、自分がね、他人より劣ってるっていうことが分かると、まあ、それはストレスとして感じて、まあ、ストレスホルモンとかノルアドレナリンとかが分泌されて不快を感じるわけですよね。なのでやっぱり人間っていうのは他人に勝ちたいんですよね。で他人に勝つためにはやっぱ方法って2つあって、自分が努力して相手より上に行くか、あとは自分努力しないで相手を蹴落として自分が優位に立つかのどっちかなんですよ。でまともな人間とか優れた人間とか成功する人間っていうのは自分が努力することによって他人より上に行くわけですよ。で相手にはもう迷惑かけないようにするんですけど、まともな人間じゃない人とか努力しない人間とかダメな人間っていうのは努力しないんで、相手を蹴落とすことによって自分が優位に立とうとするわけですよね。ってなると会社の同僚が仕事頑張ってて自分より優位に立たれそうになると、それを邪魔して蹴落とそうとするんですよね。必ずね、そういう人たちはね一定数いるわけですよね。まあそういう嫉妬妬みによって批判したり邪魔したりっていうのが多いのと、あとは他人を否定したりとか批判したりすること自体がその人にとって喜びになってるっていう場合も多いですね。よく他人の悪口とか否定ばっかりする人っているじゃないですか。テレビ見てて政治家の悪口言っててまたこんなことやってるとか、あとプロ野球とか見てて全然打てねえじゃねえか、全然打たれまくってるじゃねえかって否定ばっかり悪口ばっかり言う人っているじゃないですか。あの人たちなんで悪口とかね否定ばっかりするかっていうと、まあ、テレビ越しでもね、スマホ越しでも人を批判することによってなんとなく自分が優位に立って優越感を味わえるんですよね。なんとなく他人を上から目線で批判することによってなんとなく自分は偉いっていうふうに錯覚することってできるんですよね。なのでそれによってね、一瞬脳内でドーパミンがふわーっと出て気持ちよくなるっていう感じで、だけどそうやってね、人の悪口ばっかり言ったり人の批判ばっかりするっていうのは前にも別の動画で話したんだけど、自分自身の脳を呪うっていうことになるんで、あんまりこれはね僕はおすすめしないし自分自身はやらないです。他人の悪口を言うとですね、自分の脳の、ね、原始的な部分は主語と述語をしっかりと理解することができないんです。なので他人のね、あいつはバカだとかあいつはトロイとかばっかり言ってると、自分の脳の中ではあいつは他人はっていう主語がしっかり理解されなくて、バカだトロイとかそういう述語のところだけ脳に入って、結果的に自分はバカだ自分はトロイっていうふうに自分に言い聞かせて、で自分を呪ってしまって自分がダメになっちゃうっていうことがあるので、なのでこれはねおすすめはしないです。他人を否定したり他人の悪口ばっかり言うっていうのは良くないです。自分の満足を得るためにね、その一瞬は脳内でドーパミンが出て気持ちよくなるんだけど、それを繰り返すことによってどん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 自分がダメになって落ち込んでいってしまうので、これはやってはいけないことなんだけど、やっぱりやってる人って結構いるんですよね。
SNS とかでも匿名で人のその悪口書いたりとか、その人の言ってることを何ですか、否定してマウント取って、こうじゃないですかとかね、なんかそのマウントの取り方がね、本当に理屈上正しければいいんだけど、なんかひねくれた感じのなんかへりくつなマウントの取り方する人っているじゃないですか。うん、でもまあその人たちって匿名で顔も出してなくてやってるんで、そのコメントに対して責任持たなくてもいいし、追及もされないからやりたい放題なんで、結構なんか間違った形のね、おかしなマウントの取り方をしてる人っていっぱいいるんだけれど、理屈が通ってないマウントってあるんだけど、あれも上から目線でその SNS 発信した人を否定して、なんとなく自分は偉くなったっていう気分を味わって、一瞬脳内でドーパミンを出してるってだけなんだけど、でもそういうその人間としてちっちゃいことばっかりやってるとですね、その人自身も絶対リアルな世界を頑張らなくなってしまって、ダメな人間になってしまうので、まあ、その匿名で他人の悪口書いたりとか、マウント取ったりっていうのもですね、本当はね、人間としてやってはいけないし、やらない方がいいことなんですよね。自分自身がダメな人間になっちゃうから。はい。あとはですね、この相手を自分にとって都合のいい人間に仕立てるために、他人が頑張っていることを邪魔したりとか否定したりとか、まあ、そういう人もよくいます。まあ、例えば仕事でも、例えば自分の部下が何かすご仕事すごい頑張って評価が上がりそうになってると、そうするとどん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 出世していって、自分の言うことを聞かせれなくなったりとか、自分の雑用を押し付けたりとか、自分の言うことを聞かなくなっちゃったりとか、自分より偉くなっちゃったりとかするってことがあるから、やっぱり自分の言うことを聞かせれる部下であり続けるために、その人が頑張って結果が出しそうなことを邪魔したり、これお前やんない方がいいよ、お前のために良くないよって言って否定したりとか、まあ、そういうこともありますし、みんながみんなそうじゃないですけどね、中にはすごくいい上司もいて、あ、これお前のためによくないいからね、やった方がいいよって、でそれで部下が自分を超えたらね、まあ、それはそれで嬉しいよっていう人もいるんで、みんながみんなそうじゃないんですけどね。あとはね、これ結構あるのがね、親、お父さんお母さんとか、あとおじいちゃんおばあちゃんとかが、まあ、自分の子供とか孫をが、まあ、頑張ってることを邪魔して、自分にとって都合のいい存在に仕立て上げようってしてる、そういう毒親とか毒おじいちゃん毒おばあちゃんっていうのも、まあ、いるのが現実ですね。これみんながみんなそうじゃなくて、ほとんどのね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんはね、自分の子供とかお孫さんのことを本気でね、この子たちが立派に自立するにはどうしたらいいのかっていうのを一番にして育ってるっていうのがほとんどだと思うんですけど、やっぱりね、一部ね、毒親とかね、毒おじいちゃんおばあちゃんっていうのもいて、まあその結局親とかおじいちゃんおばあちゃんにとっては、子供や孫が自分のことを頼ってくれなくなって自立して離れていくのが悲しいから、わざとダメなままでいさせるっていうことをやっちゃう親とかおじいちゃんおばあちゃんって一部いるんですよね。まあ分かりやすいのがね、例えばマザコンの例ですよね。マザコンっていうのは、例えば男の子だったら、男の子が自立して自分の力で生きていけるようになってしまったら、お母さんの元から離れてしまって、お母さん寂しいわけですよね。お母さんとしては寂しいから、ずっと自分のことを頼っててほしいし、自分がいないと生きれないような子供にのままにしたいっていうお母さんが、まあ、一部いるんですよ。ほとんどのお母さんはね、本当にそのお子さんのことを第一にして、自立するにはどうしたらいいかっていうのを一番にして育てていると思うんですけど、まあごく一部そのマザコンに育ててしまうお母さんっていうのがいらっしゃるわけであって、結局その自立、一人前になって自立してしまうと自分のことを頼ってくれないので、だからわざとその自立させないように、その子供が頑張ってて仕事頑張って自立してっていう方向に向かおうとすると、わざとそれを邪魔してダメなままにしようとか、いうお母さんもごく一部いますよと。まあ、あとそのお父さんなんかだと、お父さん、そのファザコンっていう例もあるけど、どっちかっていうとお父さんの
毒親の例だと、息子が自分よりも偉くなってしまったりとか、自分より出世してしまったりするのが嫌なので、いつまでたっても自分より下の存在でいたいので、いてほしいから、わざとその息子が頑張ってるのを邪魔したり妨害したりするっていう父親もね、ごくごく一部いますね。あとはそのおじいちゃんおばあちゃんだとよくあるのが、自分の孫に対してたくさんもお小遣いダーダーあげたりとか、おもちゃいっぱい買ってあげたりして、甘やかして、でずっとね、大好きなおじいちゃんおばあちゃんでいてもらって、もうひたすら甘やかして自分に懐くようにするっていうおじいちゃんおばあちゃんってやっぱいますよね。一部だと思いますけれど、でもそれも本当にお孫さんのことを思ってるんだったら、ダー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 お金あげないでね、そのお金を稼ぐっていうのは大変なことだっていうことをね、教えてあげないといけないし、お孫さんが自立して立派になるために甘やかしちゃいけないんですよね。厳しくするっていうこともね、やっぱり子供を育てるっていう点ではすごく大事なことなので、まあそんな感じで、そのお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんが、まあ自分がね、頑張ってることを邪魔してくるっていうこともね、まあたまにありますと。まあそんな感じで、まあ人間っていうのはですね、他人にアドバイスする時って、それは必ずしもその相手のことを思って、その相手が頑張ってね、成長するにはどういうアドバイスするのが一番いいのかじゃなくて、もう嫉妬とか、あとそのマウント取るためとか、間違ったアドバイス、間違った否定をするっていうことはね、多々ありますんで、まあ、いちいちそれに左右されていてはダメなんです。そんなその間違ったアドバイスとか間違った否定に左右されて、自分が本当にやりたいこととか正しいことを頑張ってるのにやめてしまうっていうのは本当にもったいないです。そんなんでやめてしまったら、この質問者さんなんかもいつまでたっても活躍できないし、いつまでたってもダメなままなので、まあ、他人の意見に左右されないようにすることが大事で、まあ、そのためにはいろんなことを勉強してメタ認知力を身につけるっていうことでございます。今日はその一例だけお話しさせていただきました。まあ、ということで、まあ、いろんなことをね、勉強すると、まあ、人間というのはいかに愚かで醜くて、まあ、自分勝手で、もう過ちを繰り返す生き物だっていうのが分かりますんで、まあよくね、しっかり勉強してくださいっていうことです。はい、ご視聴ありがとうございました。